三9橋筋北端三9橋筋は、大阪市北区、中央区を南北に走る道路の一つ。大阪市道三9橋、千日前線の内道とんぼり通り北にあたる。御堂筋と堺筋の中間に位置し、船場では、千段木橋筋、島の内では、笠屋町筋とも呼ばれる。豆花の大きな並木が整然と続く緑豊かな通りであり。 近代の大大阪時代を思い浮かばせるレトロな近代建築が軒を連ねる様は洗練された、趣がある。かつての船場の繁栄を思わせて良い散歩道である。北は、中野島の大阪市中央公会堂から始まり、土佐堀川を仙台目標で渡り、船場の中央を南北に貫いて長堀通りの三、九橋交差点に至る。三九橋交差点以北は、 歩道もある比較的幅の広い道となっている。また、船場の中央の筋ということもあって、企業の本社ビルも多い。電線の地中化と街頭のガス等化が進められている。三級橋交差点には、道路名の由来となった三級橋が、長堀川に架けられていたが、1964年に長堀川の埋め立てに伴い撤去された。三級橋の名称の由来は、 長堀川に架かる橋の中で、往来の多い震災橋、中橋、長堀橋の三橋を休めるための橋と言われている。島の内に入り数を待筋を過ぎると陥楽街の色彩が濃くなってくる。同じく島の内の中央を南北に貫いて、道頓堀川を多財門橋で渡り、南岸の道頓堀通りで終わる。指導名の通り、道頓堀通り以南はやや西へずれるが千日前と、 つながり、南馬グランド、か月前を通り、千日前道具屋筋商店街となり、何枠との境である南山通りに至る。長堀通りより、北側は北行きの一方通行。長堀通りうなぎ座に北通館は対面通行。うなぎ座に北通りより、南側は、道幅も狭く南行きの一方通行である。ありがとうございます。